坂口安吾、明治開化暗号取り物、舞踏会殺人事件。氷川の改修屋敷の黒板塀をくぐったのは、神楽坂の剣術使い泉山虎之助。この男、時はもう明治十八九年という開化の時世であるが、酔っ払うと。 泉山虎之助橘の時安と見えを切って女中のほっぺたをなめたがる悪役がある虎之助は幼少の頃海舟について剣術を習ったことがあるその頃の勝海舟は至って貧乏まだ幕府には重用されず剣術や蘭学などを飯の種にしていた習うこと23年海舟が漢について多忙になったので 山岡鉄に預けられたその時虎之助は今なら小学校45年生ぐらいの子供それからずっと山岡について剣術を学び今は神楽坂で道場を開いているがあんまり流行らない虎之助は改修艇の玄関で塔の椅子に腰を下ろして頭を押さえて考え込んだこれがこの男の変わった癖で 心配事があって改修屋敷を訪れる時には玄関の遠い椅子に腰掛けて頭を抱えて今更のように考え込むそのせいで遠い椅子は足が外れそうになってグラグラしている彼の頭体が大きいからだ四五分もそうしてから虎之助は思い切って立ち上がったそこで大人を通じる女中が引っ込んで 代わって改修好きのおそば女中小糸が現れてどうぞこちらへと言っているまず12畳と6畳の客間があってそこには椅子テーブルが置いてある旗本屋敷の頃はここが正式の座敷だそこに川村紀夫の竜の油絵がかかっているこの客間の次の駒が改修書屋で元の書斎 南州や江東としばしば三つは清和した歴史的な小部屋だこれらを右に見て長廊下を5軒ほど行くと6畳と8畳の部屋が今の書斎である3畳の茶室と土蔵がついている今日は幸い愛客がなかった海舟の身にこもる気品が発しているが当人はあぐらをかいて口はベラン名である どう,かいどうだ近頃剣術使いは忙しいかい。親子7名どうやら上をしのいでおります神楽坂に酔っ払いの辻斬りが出るそうなおめえに似ているという話だめそもない夫人の首っ玉にかじりついてほっぺたをなめるものだから 神楽坂は夜の8時から夫人の通行がないそうだどうせなめてくださるなら隣の新十郎様にしてもらいたいと神楽坂の娘や心臓が眼をかけているそうだ虎が首っ玉にかじりつくのはこんにゃく閻魔が似合いだろうとあん馬のお銀が大きに腹を立てていたぜ勘案の至りで多少身に覚えがありますが。 話ほどではないよね。実は、その結城新十郎殿のことで、午前のご知略を拝借に上がりましたが。何か事件があったのかい誠に天下の大事件で、新聞は記事差し止め、探偵はうらうらに飛び、政府はもか午前会議を開いております。いつもながら虎之助の話は大きいが、 午前会議は例外だ。会衆は不思議があってどこかで戦争が始まったが実は昨夜8時頃清少加納五兵衛が仮想舞踏会の席上何者かに殺害されました当夜の会には官僚はじめ各国の対抗使、それに対馬電六神田正彦も出席いたしておりました さすがの改修も神食辞弱たるものではあるが、口をつぐんでちょっと考え込んだ。天下紀大の頭脳、利権のさえ、飛ぶ矢の早読み、顕微鏡的神眼であるが、ことは誠に重大だ。非中の非であるが、時の政府が国運をかけて計画した難事業があった。当時の日本には工業らしい工業がなかった。 たった年産1000トンの鉄工場すらもないのである十何年も前から汽車が走り出したがその機関車もいまだに海外から輸入している文明の利器というものは国内では全く作ることができない文明国の仲間入りをするには工業を起こさなければならないしそれにはまず大製鉄所が必要だところが資本がない 日本のダイブルジョアは貿易とか海運とか手っ取り早くさやの取れる事業には浮き身をやつすが大資本を投下して設備を施し技術の成果を集めた上で長年月の研究を重ねなければならないような大興業には見向きもしないのである時の政府はこれを憂えて文明国の仲間入りの手始めとしてまず大製鉄所を作ろうと決意した。 資本がないから X 国から500万ポンド借りたいと考えている500万ポンドといえば5000万ドル今の相場なら3000億円ぐらいにあたるという大金なのであるところが日本が大興業を起こすのを喜ばない国がある Z 国などがその代表だ後日自分の市場を荒らされる恐れがあるからであるそこで総理大臣 18年12月までは「大乗大臣」と言ったその前後がちょうどこの取り物の時期にあたっているので官名を史実通りにはっきり書くと「非中」の実が知れてしまうそこで「大乗大臣」をひっくるめて前後一様に「総理大臣」と呼ぶことにする他にもその一時によって「非中」の史実が知れるという決定的な場合には実の名詞を使わず今用の名詞を使いますからご承知ください は考えた大製鉄条を国家の事業としてやると国際的にうるさい半官半民でも面白くない民間人にやらせる一手であるが幸い志を同じようにする者に大青少加納護兵という者がいたそこでこのごとこの個人事業としてやらせることになったとはいえこれは表向きで 500万ポンドの借金にしても実際は政府が担保だし、借金の後始末万端責任を持つというはっきりした国家事業だ。X 国は Z 国とは勢力対立し目の敵の間柄であるから、日本が興行を起こして Z 国の東洋市場をいくらかでも荒らすというなら不賛成ではない。そこで日本と X 国が密密に交渉を始めた。 けれども500万ポンドといえば誠に莫大な金額であるし目の敵の Z 国とはいえ国際間のことは微妙でいくらの得にもならないことで他国の怒りを招くようなバカな真似はしたくない X 国は身長そのもので500万ポンドはい貸しましょうとはなかなか言ってくれないこうして半年近くも拉致が開かないうちに Z 国がこの秘密交渉を見破ってしまった裏の裏まで見抜いたそこで Z 国が裏を書いて仕返しに何をしたかというと彼は日本に忠告したり X 国に抗議するようなことはしない日本は X 国から紙石油面紙これが先の総理大臣の故障と同じことで 実を書くと秘密が知れるから品目の名はでたらめ多かってこれが X 国の膨大な儲けを成しているそこで Z は X への仕返しに他国から日本に安価な原料を世話した上製紙製油製麺紙の大行業を起こさせようと企んだ Z 国がこの秘密の相談を持ちかけたのは総理大臣上泉前期の政敵で 次期政権の必然的候補者と言われている対馬伝六であった伝六は前期の藩と対立する夕飯の代表人物でもあったそこで Z 国の大使フランケンこの名もでたらめ発音によって国名が知れるからいい加減なものを選んだはひそかに伝六を呼んで「お前に500万ポンド貸してやるから大々的に静止」 声優声面師事業をやれ原料も製品の海外市場も世話してやるけれども政治家のお前がやるのは国際的に不らちな点があるから表向きは実業家神田正彦の個人事業としてやらせろ担保はこれこれだがこれはお前が総理大臣になった時公式に借款契約したような書式にしようじゃないか。 電六は大いに喜んだこっちから頼みたい話を先方から持ってきてくれたのだから喜ぶのは当たり前である早速神田正彦を呼んで話を伝える神田正彦は加納護兵と対立して天下を二分する大聖書加納が上泉前期と結ぶに対し対馬電六と結んでいるこの相談を受けて一も二もない 神田は電力以上に喜んだ。こうして両両対立するに至ったからいずれからともなく秘密が漏れて正解裏面の秘め事は消息通の耳にも聞こえるようになりかねて改修も聞き及んでいたさて XZ 両国が対立するに至ったから売られた喧嘩は買うのが人情。 X 国があっさり政府の申し出に応じて500万ポンド貸してくれたかというとそうではないなかなかうんと言わないこの理由はいろいろと取り沙汰されて世間では X 国大使チャメロスが加納護兵の娘オリエ当時18に就寝で総理上泉前期にその意をほのめかしたから 前五兵衛が汗水垂らして織江を口説きついに平身低頭して頼んだけれども織江は「おとといおいで」と学習院の卒業生にあるまじき言葉を用いて点で問題にならなかったという実際は X の内政が疲弊していて Z の構成に応じられない弱みがあったというのが事実のようだしかし当時の人々は織江のせいにして これが評判であったその時の秘話として次のようなことを世間では伝えている「娘っ子を口説くにも外交談判と同じように時々世間話でもして打ち解けたふりをしなければならないから前期は海中からローマッチという秘蔵の品物を取り出してみせてこれはチャメロス大使からもらった薄来のポスポルマッチのことであるが」 日本のポスポルと違ってどこですっても火がつく西洋でも甚だ珍奇なものだと言って一本をり江に与え一本を自分の靴の底ですって点火してみせたまあ珍しいちょっとおじさまと折江は目を輝かせて椅子を立って進み出るとあっと驚く前期のハゲ頭を片手で押さえて力いっぱいマッチをこすった 織江の期待に反して火がつかないからあら嘘つきねと言って織江はマッチを投げ捨ててしまった前期は雷大臣と呼ばれて感借持ちで有名であったがここぞ官人のしどころローマッチに一文字を引いたハゲ頭に湯気も立たせずニコリにこりと笑ってみせたという交渉は停滞しているとも伝えられ くぶくりんまとまったとも伝えられているやさきであったカノオ五兵が殺害されたというのだしかも自宅の舞踏会で五兵自邸の舞踏会というからあるいはこれも例の趣旨が眼目かもしれないフランケンが電禄と神田に呼びかけてから五兵は目に見えて焦っていた 毎晩娘の部屋を密かに訪問してひざまずき低類し合唱して懇願していると消息痛の噂になっていたほどだだから俺は舞踏会が嫌いなのさと会舟は謎が複雑で見当がつけかねる腹いせに舞踏会の悪口を言ったいわくある人物が一同に返したのが不思議だな 一同日会することに不思議はないのだが五兵自邸の舞踏会てえのがくせ者なのさ誤ったことを言っちゃ新十郎に笑われるかいおめえの知ってるだけの事件の模様を話しておらんな後先を取り違えねえように石頭に念を入れてやるがいいぜはあありがたき幸せでえ 虎介は変なところで礼を言って一と膝乗り出して意気込んだ「改修から知略を借りて結城新十郎や花野屋因果に一泡吹かしてやろうという祝念の魂胆があるからである」「そこで石頭に念を入れ大いに前後に自戒してしずしずと語り始めた」 この仮想舞踏会は最初の計画では六名間でやるはずであった五兵は時代の風潮に倣って立派な宴会室を新築しすでに2、3度使用したこともあるが閣僚や各国対抗士を招いての大宴会には格が不足だと悲下していたしかし進める人もあって自邸で行うことになったが六名間には及ばないが 卑下するほどの安建築ではないことは五兵衛も内な々いないまんざらではないと心得ていたものであった五兵衛の女房敦子は大名家族の娘で275歳である言うまでもなく織家の実母ではない実母は織家と兄の万太郎を残して病死している万太郎はケンブリッジ大学に学んで今しも記帳したばかりであった 今回の仮装舞踏会も表向きではないけれども内々は万太郎の貴重記念一人前の日本紳士として彼を世に送り出すのが五兵衛の願いであり喜びでもあったそういう家庭的な指示が表向きではないとはいえ実は眼目でもあるから六名館は遠慮して自邸を使用するのが本当だろうと五兵も次第に考えたのである 織江はその朝、厚子の部屋へ呼ばれた。厚子は朝寝で、昼過ぎて目を覚まし、みんなと一緒に食事をしたこともないし、亭主五兵のご出勤を見送ったこともない。あなたは今夜の舞踏会でどんな仮装なさいますか織江はママ母にこう問い詰められて。私、仮装なんかしないわ。じゃあ、マスクなさるのね。 いいえ、マスクは嫌い。舞踏会も嫌いなのよ。だから今夜は、お友達と乗馬のお稽古に出かけますのよ。あられもないことを言う。あつこは大名の娘だから、いあってたけく、たちまちお手打ちにするようにツンととがって、鉛色の目玉に容器がこもった。あなたの仮装はここに用意してございます。あなたは、目浴のヴィーナスに仮装を遊ばせ。 大聖名画のガチュウ人物です。万太郎様がご貴重の折、テラコッタの壺をお持ち帰りでしたから、モスソを垂らし壺を抱えて、楽しい目欲の場所を探して川辺を歩くかに、さも軽くを歩き遊ぶす。そして、ここで厚子コは、折江を視察するように見つめて、チャメロス様があなたの手をお取りでしたら、 チャメロス様は海京都のサルタンに仮装遊ばしておいでです。チャメロス様を導いて庭の静かな木陰の芝生へいらっしゃるがよろしいわ。そして、壺の中からウイスキーを取り出して大使様におすすめ遊ばせ。裾の長い寝巻きを着たヴィーナスと毛布を裸体に巻きつけたようなサルタンと芝生で主演とは機械な話。 ピンか何か急所をちょいと外すと今のストリップ式にどっちも裸になるのはわけがないという段取りに見えるあつこは前期や五兵の手先ではなかったはずだがにわかに片棒を担いだかと思うと大名の娘というものは威張り返って勝手なことを命じるものだ私はね壺の中からコブラ出すわよイー織江は大名の娘をにらみつけて ひらりとをかわして逃げ出しした。しかし大名の娘ともなれば先祖代々伝わったる警備の魂整いをはべらし万人をつけ隠密を差し向けたる本能は後日に至っても失せたことがない敦子の腹心の女どもが要所要所に張り込んで折家はとうとう脱出不可能と相なった護兵はその日 早く戻って来客を接客すべきであるのに、いつまでも戻ってこない。来客が半数近くも来た頃になって、人力車を急がせ転げ込むように裏門から戻ってきて。いやはや、幽霊にバかされた。あいつが生きているはずはないからな。汗を吹き吹き、謎のようなことをつぶやいたが、大急いで飯を三杯食って。 箱根の雲助に扮装して舞踏会場へ駆け込んだくもすけだから汗をかいて駆けつける真に迫った名演技と言いたいが当人はそれどころじゃないというのは来客にも失礼だが相棒に大失礼というわけだすなわち警視総監の早見正源という大坊主が雲助の相棒で 山籠を片えに控えて五兵の来場を今か今かと待っているのだこの大坊主はどんだくれでかんしゃく持ちで礼儀知らずで泥棒をふんじわるにはもってこいだが国際的な社交場へ連れてくると必ず国威を失墜するという念入りの男そのくせ当人は社交場へ出るのが好きでしようがないお前社交界へ出ちゃいかんと言われるのが何よりつらくて し,しそうな反問ぶりを見せるから仕方なしに招くのである五兵衛が駆けつけると西玄は正式の戸口にいないで給仕女が料理を運ぶ戸口の陰に籠を置いて通行する給仕女を呼び止めては趣向を巻き上げて良い機嫌になっている五兵衛を見ると「よお来た来たお前先棒を担げ俺は後棒だ」 野郎を乗っけちゃいけないぜ。美人な。野郎を乗っけると放り出すからそう思え。大変な軽視相関があったもの。原潮と大坊主の掛け声もろとも、二人は山籠を担いで舞踏会場へ踊り込んだ。総理大臣前期は鎧兜に身を固め、 軍配を片手にひどく落ち着いた紛争であるが実はチャメロスの方を見てはハラハラ一体オリエ城は何をしているのだろういつ現れるのだろうといても立ってもいられぬぐらい気をもんでいるチャメロスもイナイライラしているらしいがそれを見てとってまるでからかうように彼のそばから離れずさっきから話しかけているのは神官に紛争した電六である フランケンケはと見るとこれはマスクをかけただけそして同様マスクだけの厚子と組んで踊っている神田雅彦も来ているはずだが何者に扮装しているのか彼の姿を見つけることができない前期はたまりかねて雲助の護兵を呼び止めて織以上はどうしたいまだに姿が見えんじゃないか はあ、いや、すでに来ているはずですが、目こぼししておられるのではありませんか。バーガーだ。俺は30分も前から目を皿にして見ているのだぞ。いや、あんた加減が悪いのか。五兵の機体に油汗が浮いている。息遣いが荒い。 しかし、五兵はちょっと笑って。い,いえ、カゴを担いで走りすぎたせいです。折り絵のことは早速手配いたしましょう。彼はフランケンと踊っているアツ子のところへ聞きに行ったが、戻ってきて。時期現れるそうです。そうか。それで安心した。 前期も喜んで自分の席へ戻った折家が現れたのはちょうどその時であった彼女は篤子の命じたように目翼のヴィーナスに扮装し壺を抱えて現れたにこやかに落ち着いて辺りを見回しながらチャメロスの方へ歩を運ぶチャメロスに3歩ぐらいに近づいた時ふと腕に触るものがあるのに気がついて つぼを抱えた左腕を見合ったあっ体を真っ二つに断ち切られたような小さな鋭い悲鳴が折家の口から発した折家が見たのは蛇であったつぼの中からはいだして折家の腕に巻きついているのだ折家はばったりつぼを落として割れたつぼの上へ 自身もふらふらと倒れてしまった人々はどっと折り絵の方へ駆けつけたチャメロスは折り絵を抱き起こした人々は蛇を踏み殺したそして口々に罵り騒いだしかしその時おーい医者医者を呼んでくれ大きなドーマ声が起こったのは 織江を取り巻いていた一群れから遠く離れた一角であった人々がそっちを振り向いてみると大坊主の雲助が山籠をおっぽり出してうろうろしているのだ国威の小武装が尺八を放してもう一人の雲助を抱き起こしている加納五兵が殺されたのである警視総監の目の前で。 大坊主の聖玄がともかく警視総監の職分を忘れなかったのは結構であった皆さんお静かにお静かに何一番慌てふためいて騒いでいるのはお前じゃないかしかし聖玄は一人で大井川の流れをせき止めているような大層な手つきをして暫時そのままそのまま悠々しき犯罪が起こりましたぞ 暫時そのままご静粛にお願いいたします医者と探偵が参るまでこの場を動いてはいけませんぞ加納亭が牛込屋来町にあったのは不幸中の幸いというものだモーズ正源の頼みの綱といえば紳士探偵結城新十郎を置いて他にはない紳士探偵は神楽坂に住んでいるのである 世間は、可能体の警備に当たっていた巡査の中から、古田鹿蔵という老巡査がいるのを知ると大喜び。お前がいたのは何よりだ。ひとっ走り、神楽坂の新十郎殿を連れてこい。それいぞげ、急げもっと走れないかノロマの猛禄たかりそこで鹿蔵は一生懸命走った。彼はもともと結城新十郎好きの巡査なのだ。 新十郎に用があると駆けつけるのが役目であった新十郎は旗本の末村幕末の徳川家重臣の一人を父に持ったハイから男陽光帰りの新知識で話の泉の五人分合わせたよりも物知りだそれに鋭敏新書に徹する大々的な新眼を備えている彼の右隣に住んでいるのが 彼の右隣に住んでいるのが泉山虎之助であった虎之助は町道場を開いているが警視庁の雇いで巡査に剣術を教えるのが商売の一つである虎之助は馬鹿の一年小り性であるが特別探偵に凝っている心眼を凝らしてじっと考え込むのが楽しくてしようがないという因果な男だそこで犯罪と聞くと 商売をおっぽり出して現場へ駆けつける弟子の巡査どもを押しのけて一番前へ出ると必ず深呼吸へその下に力を入れてつぶさに観察し静かに診眼を用いるしかし彼の診眼はやぶにらみと色揮を合わせていた我が家へ帰ると近隣を集めて見てきた事件を披露し診眼の働きを解いて聞かせる これが彼の人生最高の喜びだ。ところが、新十郎が陽光から帰ってきてからというもの、彼の心眼に移設を立てて、ぴたりと真犯人を当ててしまう。虎之助は残念だが心幅せざるを得ない。推理の見事なこと、人の見逃す急所をついて、どのように完治にたけた犯人も、新十郎の心眼を騙すことができないのである。 新十郎は虎之助の案内で現場へ出かけるようになりいくつかの難事件を手もなく解決して有名になった紳士探偵結城新十郎の名はつつうらうらに鳴り響き新聞の人気投票日本一警視庁は探偵庁に迎えたいと頼んできたが窮屈な務めは大嫌いとあってお断りに及んだがしかし彼も好きな道 雇いという軽い肩書きで大事件の通報一家雇いという軽い肩書きで大事件の通報一家出馬して神業の心眼を働かすことになっているこの通報に駆けつけて案内に立つ係が古田鹿蔵老巡査であるところが新十郎の左隣の住人を花の屋因果といってちょっと名の知れた偽作者だ 偽作者などというものは主として江戸大阪生まれの人間がやるものだが花の矢は薩摩っぽうで鳥羽伏見の戦争ではわなじを履いて太刀を振り回してそれ駆け込め駆け込めと上の寛永寺まで駆け込んできた鉄砲組の小隊長であったどういう因果かこの男は小説が好きだおまけに都会の風が身に染みてぞっこん好きであるから ご一心になると同僚はみんなカントについて肩で風を切る中でこの男は志を立て去る偽作者の門に弟子入りして大いに道を習い覚えて小説をものにしたところ下道の世の中見当外れの通ぶりが意外の功を奏して馬鹿にされされもてはやされてしまったのである田舎通人神仏混合、花のや因果といえば 人力車夫や女中などには「水人中の水人」とありがたがられて身に余る人気を博するに至ったこの男がまた虎之助に輪をかけてコリアのところへ特に探偵のことは懲りに凝っている古田巡査の靴の音をちゃんと覚えていてこの足音が新十郎の門をくぐると素早く身支度を整えて新十郎の出てくるのを門前に待ち構えていてそう。 では、参りましょう。と、懐中時計をちょっと睨んで。うーん、こりゃ、急がにゃなるまいて。なぞと、頼まれて案内に来たようなことを言って、ずんずんついていくのである。三人が出かける頃に気がつくのが虎之助で、慌てて帯を締め直しながら。おい、待てまたんかい、一緒もらお、うん 褒舎の褒舎桁を突っかけて追っかけてくる新十郎は花のパリで作らせた洋服に細身のステッキ花の矢も当節の通貨であるから竜とした洋服にハットをかぶりステッキを手にいつも水夫のまきたばこを加えている鹿蔵の中心によって勢ぞろいした三人は屋来町の叶邸へとやってきた聖玄は門前まで出迎えて しにくて、日本広しといえどもおはんあるのみ頼みますたい心痛のあまり国の言葉で挨拶する彼の目には事のあまりの重大さが焼き付いていていたたまれぬほど胸が迫ってくるのであった何が起こりましたか世間は事件を説明して 多様なわけでまことに一心がいながら五平殿はおい殿の目の前で死んでしもうたのです新十郎は優しい目で彼をいたわって他の人々は織江城の倒れた方へ駆け寄って残っていたのはあなた方雲助組だけですねとんでもない駆けつけたのはまあ4分の1ぐらいでしょうか んのは自分の場所を動きませんただ何事ならんと織江城の倒れた方を見ておったのですあなたは加納さんの倒れるところを見ましたかまことにお恥ずかしいですがおいどんは織江城の方に気を取られて犯人と犯行の瞬間を目撃いたしておりません両名で担っておった山籠が ぐらぐらと前へ揺れて傾きおるからうふと見ると豪平殿が胸か腹を押さえて前へトーントーンと飲めるように倒れるところでしたあの人は豪儀ですからその瞬間になっても山籠をなった片手は離しませんその時豪平殿の不思議な様子に気づいて横っ飛びに駆け寄りざま ちょうどたおれた護平どんをだきとめようとしたコムソウがありました。りょうてでだきとめよったからてにした尺八がおとをたてておちましたなあ。のちにあみがさをとりよったのをみるとこのコムソウは油絵かきの田所金次ですわ。今勇の火葬者にはもうひとりコムソウがおりましてなあ。これは 清少神田雅彦でありました。すると、それまで被害者に接近した人はなかったのですかその四五分前に、総理大臣が五兵丼のところへ来られましてな、ちょっと容談がありました。すると五兵丼は、霊夫人を目で探しましてな、折よく近いところでフランケン大使と踊っているのを認めまして、 そこへ行って位置に応答があったようです。五平殿は戻ってきて総理に復命しました。そういえば、その時五平殿は、なんとなく顔色優れぬ様子でしたなあ新十郎は頷いて。では、現場へご案内願いましょう。正言は案内に立つ。 鹿蔵も一緒に四人がうちへ進もうとするが、世間は驚きや切れて、虎之助をじろじろ見回しながら。あんたはいかんな。へこおびにすわし。各国の対抗士が列席しておりますぞ。あんたは国威を失墜しよるな。自分が言われていることを言っている。虎之助はぶっと吹き出して。 相関は裸にふんどしですが、航空を失墜しましたな。いや、しまった。新十郎は中に立って取りなしてやった。探偵はあらゆるものに変装しますから、そう見ておいたらよろしいでしょう。いや、結構、結構。制限は満足して四人ご案内する。舞踏場内では、 人々は壁際へ集まり真ん中は広々としてその一角の床に雲助姿の加納護兵がうっぷして死んでいる彼の肩を外れた山籠が彼の死体の一部であるかのように横に転がっていた新十郎は死体を調べた護兵の火腹に突き刺さっている一本の小塚手裏剣に用いるものだ 歯の根元まで突き込んでいるが出血は少ない虎之助は小塚の方角を目で追ってねじ曲がって倒れたのではないとするとちょうど学対席の方角だな何の方角だいと花の矢が虎之助の心眼に挑戦するが虎之助はこんな小物は滋賀にもかけない様子犯人が手裏剣を撃った方角だ 田舎通人にはわかるまいが、犯人は人々の注意が織江城に向けられている瞬間を捉えて手剣を打ち寄ったのさ。だから総監も犯人の姿を見ておられん。総監が気づいた時には、被害者は火腹を押さえて前へ泳いでいたのさ。花の矢は嬉しそうに笑った。お主剣術使いだが、真剣勝負を知らないな。 幕府には新選組という人殺しの組合があったが、お主はそれほどの人物ではなかったようだ。真剣勝負とは何のことだ手裏剣が塚の根元までぶすりと突き刺すものか、ということさ。人の腹は柔らかいが、豆腐に比べてはちと硬いな。虎之助は目を怒らして田舎通人をにらみつけたが、 小物を相手にしてはいいられない腕を組んでいわくありげに死体の方へ目を凝らした手裏剣の刺す力なるほど虎之助はそれを知らないしかし誰だって知らないだろう人間の火腹くらい等身一杯刺すのかもしれないのである田舎通人の愚論ごときはものの数ではない 火花へ打ち込まれた小塚のほかにはどこにも傷がなかったどこからともなく飛び来たった小塚一本が瞬時に命を奪っている五兵衛はカッと目を開け口も開けて何か言いたげに四つん這いに倒れて死んでいたのだ横っ飛びに抱いて飛んだ田所金次も五兵衛の言葉を聞かなかった新十郎は総監に何か頼んだ 制限坊主はいかめしく内裏づいて、久窪助の直立不動,動、銅馬声で叫んだ。マンの祝助並びに紳士諸君。加納五兵殿の死の瞬間。すなわち、不将が叫び声を上げた時における、皆様方の位置へ、おのおのお立ちを願います。国威を失墜しないように、熱心に言葉を吟味している。 そこで一度命名その時の位置へ立ったのを見ると国家の秘めとに関係を持つ人々両大使前期総理田六みんな壁際にいて五兵衛の倒れた場所から遠く離れている探偵たちの注意は一様に小武装姿の神田正彦を探し求めたがこれも五兵衛と遠く離れた壁際にぴったり寄り添っているのであった 花の矢はいぶかしそうに制限に聞いた加納さんが倒れる直前にこの近辺にいた小無双は田所さん一人でしたかさようその瞬間にこの近くにいた小無双は一人だけのようです五兵衛の家族たちも言い合わしたように遠く彼から離れていた厚子はフランケンと組んで学対席の下の辺りを踊りつつあった そこは手裏剣の飛んできた方角だが護兵の倒れた場所から4軒ぐらい離れていたコムソの田所はその中間に最も護兵に接近して位置していた彼は尺八を吹いて歩いている最中であった反対側の最も近い場所にいたのが万太郎である現場から2軒ぐらいのところをちょうど通りかかっていた 卒頭なさった五霊米の方へ行こうとなさったのですね。と、新十郎が尋ねると。いえ、ただなんとなくこっちへ歩いてくる途中でした。私は人々の騒ぐ様子で何かが起こったと知りましたが、妹が倒れたとは知りませんでした。あなたは倒れるお父上の姿をご覧になりましたか倒れる瞬間には見ておりません。 倒れあとに小無双姿の田所さんに抱かれたあとの姿を見ましたが万太郎は自分よりもちょっと年配にすぎない名探偵に信頼を寄せているようだった彼の目はじっと新十郎に注がれて今にも何か言いたげであったがふっと目をそらしてしまった来会者は尋問されることもなくすぐ解散を許された 残ったのは、総監と、特に居残りを命じられた学士であった。あなた方は一段高い席におられたのですが、犯行を目撃された方はおりませんか答えるものがなかった。新十郎はうなずいて、犯人は煙のように人を殺しているようですね。しかし、被害者の倒れる瞬間を目撃された方はいるでしょう 五兵がよろけて泳ぎ出してからやがて横っ飛びにコムソが抱きかかえるまで見ていた者が三名いた被害者が泳ぐ様子をご覧になった時何をしていると思いましたかさよう泳ぐというよりは前の方へうつむきがちにしゃがみ込むように見えましたなと一人が答えた他の一人もそれに言わしてそうそう 私もそう見たね。おやあの雲助はしゃがむんだな、というようにね。それだけのことだ。別に死の前のどうこういう様子に見えたわけじゃない。しかし、しゃがみながら胸をかきむしったな。こう、何か胸に抱きしめるような様子だった。胸に腹じゃないのですかいや、 つまり何か抱くような様子です。抱くと言ったって裸だから抱いているわけじゃないな。つまり胸をこう、こすったのかな。私ははっきり見ました。つまりあれは死の苦しみというのかな。彼らの目撃していたことはそれだけであった。新十郎は学習を返して、 女中下男諸生ら二十数名を呼び集めたそして何か変わったことに気づかなかったかと尋ねたがおきぬという若い女中が遅く戻ってきた五兵衛の謎のようなつぶやきを記憶していたほかに異変を見ている者はいないおきぬは顔をわからめながらはっきり覚えてはおりませんが幽霊に騙された。 おきは自分の言葉に笑い出して。ですが本当にそうおっしゃったのですそしてまさかあれが生きてやすまいなんておっしゃったようです戻られたのは何時頃ですか会場の皆様が大分お集まりになって後のことでした急いでご飯を3膳お茶漬けで召し上がってお急ぎの時はいつもそんなです ふんでかっこむように召し上がるんですそして雲助にふんをあそばしておいでになる30分もたたぬうちにあのありさまでした珍十郎はシャフを呼んだご主人は遅く戻られたそうだがどこへお連れしたのだえああ烏森の夕月でした何のご用かは存んじ上あげません ただお帰りの時に「まさか人のいたずらとは思われないが生きているならどうして来ないのだろう来ないわけはないがなあ」とおっしゃっていました。夕月のおかみに誰それが見えたら使いをよこすようにとおっしゃってたようです。 人文を打ち切って一行が帰りかけると、広間の階段の陰から現れた花のような娘があった。娘はつかつかと一行の前へ進み出て、大胆に新十郎を見つめて。あなたが大胆って新十郎は眩しそうに笑った。犯人はわかりましたか娘は畳み込んだ。残念ながら、 手の新十郎が神妙に答えると娘の目は燃えるようにひらめいた私気絶していましたからお父様の死になさるのを見ておりませんが小無双姿の田所様が介抱なさったそうですねおっしゃるとおりです小無双にはきっと秘密があるものですわ昔からそうなんですってその秘密をお探しになるといいわ 下男の八吉じ屋にお聞き遊ばせ。そう言い捨てると、織江は自分の言葉に慌てた様子で電光石火逃げてしまった。あの方が気絶した令状ですか。壺の中の蛇にねえ。気絶ですか。新十郎はつまらぬことを呟きながら考え込んだ。ふと気がついたらしく。 兄の万太郎さんも何か言いたげの様子でしたよ。あの兄弟は何か訴えたいことがあるんですね。とにかく、焼きチジヤを呼んでみましょう。ヤ吉は、六十二手の届く当家で最古んの使用人であった。病死した織江の実母には、赤犀星を持って仕えた注目であった。爺さん、ご苦労様だね。 こっったたとになったなお前も心痛のことだろうよところでお嬢さんがお前に聞いといてくれと言って大層慌てた様子で逃げていかれたんだが田所さんという妖高帰りの油絵師にどんな秘密があるのだえきちは新十郎を見つめていたが「おりえお嬢様が私に聞け」とおっしゃったのですね。 そうだよ。はっきりそうおっしゃったよ。弥吉はゆっくりうなずいて鋭く新十郎を行使した。では申し上げます。田所様は当家の奥様の上夫でございますよ。昨日今日の中ではござらん。 田所様のようこう前からそのようでありました石井良介様もどなたの種やら神仏がご存じでござろう弥吉の目は火のような怒りに燃えたそしてきっぱりいきると一礼してさっさと行ってしまった 一同はたた。め息をついた制限坊ず耳の穴をぐりぐり清掃して「嫌なことを聞くなあ焦の時には耳がないといいと思ううわあつらい気の弱い軽視送還があるものだ帰りかけていた新十郎は何を思い出したか再び女中たちの部屋へ戻ってお絹を呼び出した」。 五兵衛が裏門から戻ってきて飯を三千かっこんで雲助に扮装して出ていくまでの順をその場所についていちいちたどっていったご主人は酒をお飲みにならないのかねいいえ大層酒豪でいらっしゃいます宴会前に茶漬三千は妙だねせっかくの微酒がまずいだろうにいいえ 御前様には一風変わった習慣がおわりでした。重大な御宴会にはご飯を召し上がってお出かけでした。不快要因を避けるためでございます。なるほどね。一流の人物は心構えが違っているね。新十郎は感服してうなずくと、沖縄は自分が褒められたようにぽっと明らんでしまった。美男子というのは得なものだ。 今晩はどんなものを召し上がったねか焼きやお刺身や鮎や洋食のお料理や色々と用意してございましたが、急いでお茶漬けを召し上がるときは梅干しを三つ七つ召し上がるだけでございます。梅干しがお好きで、午前様の梅干しは小田原の農家の古漬けを特に吟味して取り寄せております。五平の食前へのせる梅干しの壺は、 明の高価な焼き物だということであった大きな粒の揃った何十年も経たかと思われる梅干しがまだ6つ残っていた調べ終わって門を出ると虎之助は喜び膨れる胸の思いにいたたまらぬらしく花の矢をこづいて新十郎の後ろ姿を目をでさしながら「ハッハハッムな方角を見てるんだねえハハハ見ちゃいられねえな!」 俺はちょっと失敬しますよ。はははは。みっともないね。なんてだらしのない笑い顔をする人だろう。馬が顎を外したような顔をする人だ。お前さんの方角が見当違いに決まったら、無駄骨を折りたがる人だ。はははははっは。虎の助は、 笑いだけ送ったようにだらしなく総合を崩してお先に失礼ハハハハ喜び遺産でどこかへ走っていった新十郎はぞ蔵にも森の湧月へ行って加納さんが誰に会うはずであったか聞き出してくださいそれからこれはちょっと難題ですが加納夫人の素行を総ざらいに洗っていただきたいのです これを聞くと花の屋は喜んで。それそれ大先生の心眼がズバリそこを指すだろうと見ておりました。虎公は田所と睨んでるのさ。やぶにらみだね。あの人の知恵は失礼だが浅い。私はね、ちゃんと見ていました。あそこをね。新十郎は吹き出したいのをこらえて。あそこってどこですか ねえ。ほら、あそこんとこさ。先生の心眼がズバリ刺したところさね。私の刺したところって、どこでしょうか。やだな、あ、この人は。あなた刺したでしょ。う。加納夫人の素行のとこさ。ねえ。フランケンですよ。犯人はこれだ。私もね、手裏剣にしちゃ傷が深い、おかしいなあと思ったんだが。 西洋の手裏剣とは知らなかったねこいつはすべが違いますフランケンは大層講談しだが西洋手裏剣の名取りだろうとにらみましたね海舟の前にかしこまった虎之助は後先を取り違えないように念を入れて語り終わってほっとしたさてそこからが問題で 花の矢に花先であしらわれたが無念なことには八つの雑言たがわず彼の心眼は狂ったところを見ていたようだ狂うはずはないのだがな誠まことに面目ないそこでいつもの例であるが海修のところへ心眼の狂いを直してもらいに来たのである虎之助は腑に落ちない顔護兵に近寄った者は総理のほかにはおりません もっとも、厚子とフランケンのところへ自分から出向いてはおりますが、異常なく立ち戻っております。総理が去って二三分後に、ふらつきよろめいて倒れるところを田所が駆け寄って抱き止めましたが、ふらつく前に近づいた者はおりません。総理が去って二三分、その時折江が率倒して、満場の注目がそっちへ向いております隙に手裏剣を打った者、 田所の他に犯人はございません。手裏剣の飛び来たった方角に最も近くいた者は田所で少し離れてフランケンがおりますが彼の位置は田所に遮られて手裏剣を撃つことができません倒れる護兵に走り寄って抱き止めたのは離れていたゆえ刺したのは自分ではないぞと見せる下心まんまと馬鹿し合せたつもりだがやつめこの時尻尾を出しております ふらつき倒れる五兵を見ていたのは田所一人。人の撃った手裏剣ならば、奴めが見逃すはずはございません。改修はタバコ盆の下の引き出しからナイフを取り出した。砥石を引き寄せ、水に示してナイフを研ぎ始めた。砥石とナイフは彼の座右の必需品。自分で指や頭のあたりを切って、悪地を取るのである。 他所を犯人と見た目に狂いがあるとは、まことに心外千般ですが、彼の近隣治癒について調査いたしましたところ、彼は幼い時より成人に至るまで女子にも儲る入着者で、武術は愚か憲法すら足しなんだことがございません。まことに困ったことに相なりました。これが嘆きの種である。反問。 また海舟は研ぐ手を休めて神田正彦がこむそうだっけなはあさようでしかし神田は遠い壁際にたたずんでおりましてフランケンと同国の大使館員と同席会話いたしておりましたそうだろうよ改修はゆっくり研ぎ終わると ナイフを逆手に後ろ頭をちょいと切って返しを取り出して悪口を取るさんざん頭の悪口を取ると次は小指をちょいと切って返しで悪口を取っている悪口を絞りながらおもむろに神眼を用いているらしい「しはナイ色と見せて別口のあるところが非凡なのさ」 ラにはちょっとわかるもい,いよ。その日になって厚子はにわかにチャメロスと鬼エを取り持つようなことをしたというがこれが計略だな厚子はフランケンとできているぜ俺もフランケンには34度あって話をしたことがあるが講談師で体操助裁がなくて鼻筋も唇も目も 顔全体がみんなうすうすとしたやさ男だな。この元相はロベス・ピエールに似ているぜ。元相の同じものは、魂も同じなのさ。日本では斎藤道さんが悪賢くって着物できた悪党だが、大層講談師であったそうな。これも目鼻のうすうすとしたやさ男であったろうよ。 顔全体がみんなうすうすとしたやさ男だな。人間のしでかした自責を見れば、顔も大方わかるものだ。あつことフランケンは組んで踊っていたらしいが、さすがに思い切ったことをやる。計画は見抜かれまいと、自信があってのことだ。しかし、手を下したのは、フランケンでもあつこでもない。 コムソ姿の神田正彦。五兵を刺したのは、この男だ。海舟は子も投げに言い切った。まだ止まらない血を吹きながら、彼はさらに説明した。コムソ姿が二人いたってことを忘れちゃいけないぜ。田所は厚子の長夫だ。 これが当日何者に仮装するかいてことは、厚子に知れている。あるいは厚子が勧めたのかもしれねえや。大方そうに違いやるまい。人に顔を見せずに、自分の方からは人を見ることができるってコムソは、仮装界の人殺しにはもってこいだな。おまけに尺八とくる。五兵を殺した小塚は、 この中に仕込んであったぜ。神田は海賊上がり俺が船乗りの頃挨拶に来たことがあったが武道18班に通じ万事につけて一家の見識のある男だ金が好きだから海賊から商人にもらったんだろうが政治をやれば総理は務まる男だよ人殺しぐらいはキュウリをねじ切るぐらいにしか思っていやしねえ ひどいやつさあつこがにわかにチャメロス側の味方についたと見せかけたのはまず第一にオリ江に蛇を詰めた壺を持たせるため第二にはチャメロス全キラ反対派の者どもをオリ江とチャメロスのことにかかりきらせて注意をそらすためだなオリ江が率倒する人の注意がそっちへ向いたとき、 待ち構えていて手裏剣を撃ったのは神田だちょうど同じコムソ姿の田所が近所にいたてのは偶然のことで彼らの計画じゃコムソーが二人いりゃそれでいいのさ同じ場所に定着する者のいない武道会てえ者は特定の時誰がどこにいたかてえことはほとんど見当がつかないものさ 一瞬ごとに周りのものが移り変わったらあな神田がその時フランケンの同国の大使館員と壁際で話を交わしていたといえばそれを覆す証拠はねえのさ誰かがそこいらにコムソウを見かけたようだと思ってもコムソウが2人いるから心配はいらないことさこれが護兵殺しの真相だ 証拠がなくって一味にフランケンもいることだし前期が薄々感づいても犯人を捕まえることはできないだろうよ。名殺神のごとし虎之助はただもう緊張一語一語に心眼の曇りを払い洗い清めて慎んで退出した。 虎介が海舟底から取って帰って新十郎を訪ねると花の家が詰めかけていて新十郎の出動を今か今かと待ち構えているがまだ潮時ではないと見えて新十郎は諸世の暗号と西洋将棋に没頭している虎之介を見ると花の家は喜んで「いやあおかえり大探偵とうとう犯人を見つけなすったね」<laughs> 気候の新顔はどうして何犯人はフランケンさ。顔は優しいが、目は西洋手裏剣の使い手だ。はっはっはっはしかしフランケンを見ているとこは田舎通人にしては出来すぎている。色と見せて別口のあるところが非凡だな。お前には荷が重がろう。そこへ鹿蔵が疲れ切ってやってきた。 この老巡査は、生来至って鈍魂だが、受けた命令は、馬鹿丁寧にあくまで果たしてくるという長所を持っている。昨夜、新十郎に命じられたことを、ほとんど根もやらず駆けずり回って、今しも戻ってきたところだ。新十郎の家えににじり寄って。夕月で待っていたのは、中園ろしでございます。いや、 加納さんの第一番と、3年前に行方不明を伝えられている中園ですねさあようです優月の女将には複雑なく話しておいてくれましたので幸い知ることができましたがその日の昼ごろ見知らぬ男が中園の死者と称して現れましてただいま品から戻ってきましたが まだ仕事が完成しておりませんので姿を現す時期ではないが午前にご報告だけしておきたい夕方夕月へ参りますからとこういう話であったそうです加納さんは半信半疑で中園は確かに用務を帯びて市内へ行く途中ではあったが 限界灘で船が沈んで助かったとは思われないが、不思議なことだと話しておられたそうであります。新十郎は頷いて。なるほど。多分そんなことだろうと思ってはいました。そして中園は遊月へ現れましたかいいえ、今もって現れておりません。 そうでしょうなそして多分いつまでたっても現れはしますまいそれから憂月の分はそれだけですがあつこの祖行につきましてはまことに難題で田所のほかにはなかなか正体がつかめませんしかし大体祖皇については悪評がありまして フランケンとは近頃特に年頃だということをうわさしているものはございますさんざん歩いて突き止めたのはようやくそれだけで新十郎はにっこり笑っていつもながらあなたには感謝しますよ性格無類に私の足の代わりを務めてくださるからです おかげで私は西洋将棋を楽しむことができますよ。私が自分で歩いたってあなた以上に聞き出すことはできますまい。では、そろそろ出発いたしましょうか。虎之助は有頂天に喜んで口元から自然にほころびる笑みを抑える。おやどちらへカノオケへ参りますよ。 とうとう我慢ができなくて虎之助はげたげた笑い立てておやあんなところで何用でさては泉山さんは犯人を見つけましたねお恥ずかしいが遅まきながら私はこれから犯人を突き止めに出かけるのですよこう愛想よく新十郎におだてられると虎之助はもう我慢ができない 柱に寄りかかって背中をねじくりながらゲラゲラゴロゴロと喉の中をスポンジボールが転がるような奇怪な音を発して止めどなく笑い崩れている新十郎は安吾に命じてお前は風巻先生をご案内して後から加納家へ来るように先生は待ちかねていらっしゃるだろうよこう言い残して4人は連れ立って加納家を訪ねた 早見制限は今日はちゃんと刑事総監の制服を着て部下を引き連れて新十郎の到着を物々しく待ち構えていた制服を着せた姿は国衣を失墜したことなどはとんとなかったかのように凛りしく見える新十郎を見ると進み出て握手して杖とも柱とも頼み申しておりますぞこの犯人の上がらんことには政府は潰れる 日本国中人身同様おお、辛いその責任がおいどんにかかっているとはひどいことになるもんだな犯人は見つかりましたか多分、犯人がこの邸内にいるという証拠を見ることができるでしょう。閉めた感極まっている。新十郎はまっすぐ台所へ行った。 お絹を呼んで昨日見た梅干しの小さな壺を出させた彼は中を開けてみたが満足して蓋を閉じてこの壺をいじった人は誰だね誰もいじるはずはございませんがどうかしておりますか本当に誰もいじらないね決していじるはずはございません それを入れておく戸棚は御前様専用のもので、今日は戸棚に手を触れたものもなかったはずでございます。そうだろうね。ところが、たった一人この壺をいじった人がいるのだよ。この中の梅干しは昨日は六つ残っていたが、今日は八つになっているよ。おきぬは驚いて顔色を変えた。新十郎は慰め顔に、 何お前に悪いところはないのさ。ところで、梅干しの大きな壺はどこにあるね御前様のものは全部同じ戸棚にございます。戸棚を開けると、一番下に梅干し用の大壺が四つもあった。それでは、お嬢様にお目通りさせていただきましょう。彼らは折への居室へ導かれた。 新十郎は丁重に挨拶して、昨夜の不快を思い出していただいては恐縮ですが、お嬢様が遅れて会場へおいでになったについては何か理由がございますか理由と申し上げるほどのものではございませんわ。ただなんとなく気が進まなかっただけ。できるだけ遅く、できれば出席したくなかったのです。すると、あの時刻に出席すると打ち合わせた人も、 迎えに来たた人もなかったのですね。ございます一存で見計らって出て行きましたの迎えになんか来たって売っちゃっとくわたまりかねて遮ったのは虎之助であるその嘘は通りませんぞあの時刻にあなたをあそこへ出るようにした人物がいたはずでござろうよくこの目をおごらんなさいこの拙者の目を新十郎がぶっと吹き出して 虎之助,助はけたたましくわっと叫んでひっくり返っていた織江がそっと手を後ろへ伸ばして騎上のクジクの羽を握りしめて彼の目の中へ突っ込んだからである新十郎は虎之助を抱き起こして「誰もお嬢様に命じたものはなかったのですよ」つまりあの時刻にお嬢様がそっとをなさったのは偶然なんです。 お嬢様がそっとをなさらなくとも、加納さんはあの時刻にあのような最後を遂げなさる運命にありました。これがこの事件の眼目なんです。私はそれを昨夜から確信いたしておりました。お嬢様、ありがとうございました。おかげで犯人を捕まえることができましょう。織江は、ひとかたならぬ信頼を込めて、じっと新十郎を見つめたが。 いつ捉えなさるの ?30 分ぐらいのうちに捉えることができましょう。お嬢様も犯人の名をご存知でしょうね。織家はきっぱりと頷いた。二人の若い美男美女がいかにも親しげに心の寄り添う様を見て、虎之助は不服満々。とんでもないゆうきさんああ、色道ほど恐ろしいものはないな あなたほどのお方も、ころりといると、心眼も曇るどころか、まるでそれじゃあ、真犯人の関係に上手られるばかりですぞ。新十郎は虎の助をなだめて。いいえ、美しいお嬢様をお見かけしてから、私の心眼はつんとさえを増したのですよ。にっこりしてこう言うと、思わず新十郎はポッと赤らんでしまった。 それを見ると、折江もポッと明るんだ。そこへ使者が来て、ただいま風巻先生がお付きです、と伝えた。新十郎はきっと緊張して。さあ、すべての謎が解ける時が参りました。お嬢様も一緒に広間へ参りましょう。一同は五兵の遺体を安置した広間へ行った。親類縁者。 衛のの、世話になったもの多くの人が詰めかけている新十郎は風牧先生と挨拶を交わして後「それでは風牧先生に死体を見ていただきたいと存じますが風牧先生はヨーロッパで研究を積んで近代医術を身につけた西洋医学の大家であった新十郎は棺の蓋に手をかけたが「いや これはどうしたことだろう。もう今から棺の蓋に釘を打ちつけてあるが。カレーが進み出て。他の場合と違いまして、ご返事のお顔に対面は、午前のご名誉に傷をつけるようなもの、と奥様のご希望で、今朝ごく近親者だけの対面を済ませますと、 ふたを密封いたしてございます風巻先生に調べていただく必要があるのですが奥様のお許しを得てふたを取っていただきたいまた奥様にも立ち会っていただきたいものですカレーはあつ子の居室へ行ってあつ子を連れてきたあつ子はやつれ気味にちょっと痛ましい様子であった甚十郎はそれをいたわって言いにくそうに では奥様蓋を開けますがよろしゅうございますかどうぞ釘を抜き蓋を取り払ういろいろの詰め物も取り去り死体の衣類も取り払って風巻先生は目や口や傷口や死祭に調べ終わった先生は真十郎を振り向き一見して読書の兆候歴然です 使用した毒物はわからないが刀傷によって死んだものでないことは確かのようですすると加納さんが前へトントン泳がれて胸をかきむしるようにしてしゃがみ込むようになすったのは刀傷によるものじゃなくて毒物の作用によるのですねまあそうでしょう。 ヒバラへ小塚を打ち込まれた時にそんな泳ぐようなことをするのも妙でしょう。叫ぶとか振り向くとか、それとは多少違った反応がありそうなものだ。いや、ありがとうございます。おかげさまで事件の全貌がはっきりいたしましたようです。どうしても独死でなければならないということ。小塚を差し込んだのは 独死をごまかす手段に相違ないということは昨夜から確信いたしておりました。独死と知れたは犯人が邸内にいることを見破られやすいからでしょう。多数の方々はお嬢様がそっとをなさったのをある人の差し金で定められた時刻のようにお考えのようでしたが、この時刻はお嬢様が勝手に選んだもので偶然に過ぎません。 ある人の差し金で定められた時刻とは、加納さんが幽霊から使いをもらって優月へ引き出され、どうしても会に遅れて規定せざるを得なかったというからくりにあるのです。これは加納さんの性癖をよく知り尽くせるもののみなし得ることです。つまり、加納さんは重大な宴会前には食事して出席すること、急いで食事をするときには、 茶漬けに梅干しだけで2、3分で囲むことを知り抜いたもののたくんだことです。なぜなら犯人は、加納さんに大急ぎで梅干しを食べさせる必要がありました。その梅干しには、毒が仕込んであったからです。虎の助は大不満。鼻を鳴らして。そんなことがありますかいお嬢さんがそっとして そっちへ人々の注意が向いた隙を狙って小塚をぶち込んだのさ。その隙がなくっちゃ小塚をぶち込めるものですか。新十郎はにっこり笑って。小塚は手裏剣で投じたものではないのです。犯人はやがて毒が回って、加納さんがふらつき倒れることを知っていました。彼はその時を待つために、 のさんについて回っていててったのです毒が回って倒れかけた時飛びついて解放すると見せて小塚を腹へ差し込むために小塚は小無双の尺八の中に隠してありましたあっという叫びが起こった人々はう立ちになったが花のやと鹿蔵がやけに田所にくみついてひっとらえたところであった 田舎通人神仏混合、花のや因果と三輪八してももとは鉄砲組の小隊長鳥羽伏見から上野歓迎寺まで馬数を踏んだ覚えの腕は相当なもの田所をひっ捕らえてまるで自分が推理して捉らえたように大満足似たり似たり喜んでいる田所は後ろ手に取られすでに観念して目を閉じていた新十郎は 人々のざわめきの静まるのを待っていたが、利口な犯人でしたよ。犯人は、当夜主だった人々の紛争を荒まし知っていました。無論、神田正彦さんが小無双になるということも、あるいは神田さんが小無双姿に仮装するようそれとなく進めたのは犯人であったかもしれません。尺八に小塚を隠して、 加納さんが毒に苦しみ始めるまでついて回るのは既定の計画でありましたからそして二人のコムソウがいることによって常に一人がカノさんにつけているのを紛らすことが必要でしたそして田所をコムソウに変装させて自分は梅干しに毒を仕込み加納さんを偽って夕月へおびき出したのです人々はひょっとして目を見合わせた 花の矢はいぶかしんで。すると、他に真犯人がいるのですか小塚を刺したのが致命傷でないそうですから、毒を仕込んだ人の方が、もっと大物の真犯人、とでも言うべきでしょうか。では、真犯人のお部屋を訪問いたしましょうか。しかし、新十郎は、とっくに厚子が立ち去ったのを知っていた。 そしてそれから何が起こったかということもおぼろげに見当がつけられるような気がするあの気象の女は細川ガラシャと脱期のお百を一緒にしたようなものだ見破る者がなければ万太郎も殺されて不義の子亮介が家督を継ぐことになったであろう居室には鍵がかかっていた 扉を破って人々が入ってみると敦子は一志亮介を刺し自分も会見で喉をついて事切れていた立派な最後であった海舟はナイフで悪口を取りながら虎之介の報告を聞き終わったうんそうかいその場に行ってみなくちゃ。 というのはわからねえや。あれは一目でわかるものだする程度推理はそうなるいつもながら新十郎の見事な手際だ小武蔵は二人いなきゃならないということ小塚は尺八に仕込んでおいたことこれは俺がちゃんと見ていたことだ虎之助は 改めて海舟の恐るべき神眼にただもう感服。ことごとく緊張して、我が神眼の曇りを清めているのであった。